2012年12月、なぜ立ち止まったのかはよくわからない。その日はいてつく風が吹いていて、一刻も早く家に帰りたかった。私は一瞬でも寒さを忘れられたことに感謝して家に帰ろうとした。その時彼と目が合ってしまった。あの、これ次のライブのチラシなんですけど、 あと僕 YouTube もやっててよかったら。ああ別にライブ来なくて大丈夫です。 YouTube も見なくていいんで、チラシだけ持って帰ってください。お願いします。あ、はい、ありがとうございます。チョコちゃん、マスク取ってよ。ダメですよ、それは。大丈夫だよ、ちゃんと2メートル離れるから。じゃあ、翔子さん、取らせてもらおう。はい。ママはつけててよ。え？私、笑顔を育てる NPO 法人スマイル牧場の柏木と申します。主に詐欺被害に遭われた方々の支援を行っております。あんた、うちに金借りるとき何つった？単独やるから、ライブハウスの小屋代をって。やんな。で、自粛になってライブできんようになったわけやん。うん。え、その金どうした？使った。何に？何にって聞いてんねんけど！これ以上はさ。いいんだって、甘えてくれて。私ができることは何でもするから。でもさ、私嬉しかったんだよ。久しぶりに頼ってきてくれて。来週からまた泊まり込みになるから。女んとこに。だから言っただろ、あれはお店の人なんだって。もう聞き飽きちゃってると思うんだけどさ、いずれ必ず返すから。大丈夫、期待してないから。試した、俺のこと。試す？この金受け取るかどうかだよ。試すなんて、あの、そんな。ごめん、なんか気分悪くさせちゃったね。いいよ、返す。返さなくていいよ。返すよ。返さないでお願いだから。返す。返さないでって。返すってば。ごめんごめん、本当にごめんなさい、私が悪いの。分かってもらえなくても結構です。私たちの問題としてどうかほっといてもらえませんか。